はい、本日はですね、今月着たい洋服7月編をご紹介していきたいなというふうに思います。この動画はですね、毎月毎月、僕の着たい服っていうのをですね、適当にああでもないこうでもないって言いながらお話ししていく動画にはなってるんですが、まあ、7月になってね、あ、今月何着ていこうかなと思ったら、まあ、そろそろね、言うてる、まあ、梅雨ももしかしたら明けるかもしれんし、梅雨が明け出してくるとやっぱり半袖半ズボンっていうのが、まあ、ベースになってくるじゃないですか。ほんならあとは小物でちょっと変えていくんかななんて思いながらね、まあ、僕がある程度セレクトさせてもらったものっていうのがありますので、それをね、動画をお話ししていこうじゃないかということで、本日の流れとしてはですね、ただ僕が着たい洋服っていうのを 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9点ぐらいかご紹介していくというだけの動画になっておりますので、まあ、そこでね、簡単な一言も入れながらお話ししていこうと思います。まず一つ目が何かというとですね、一つ目といえば夏はこれでしょう。まずこれをちょっと押さえてくださいよということで、これがこちら、そう、サングラスということになってるんですね。まあ、サングラスはこれ去年買ったものなんですけど、やっぱりね、夏場って言ったらサングラスがいるんですよね。で、今ちょっとこれどういう風に見えてるか全く分かってないんですけども、7月ぐらいってまだ若干梅雨もあるでしょ。で、梅雨ある時やったら、まあ、そんな真っ黒のね、サングラスかけたらちょっと暗く見えるから、ちょっと、ね、目が透けるぐらいのサングラスを今はしとくと。で、8月になったらもうガンガンのね、日差しになってくるから、まあ、その時はもう真っ黒クロスケの、あのサングラスして、あのテレビの逃走中みたいなね、あの犯人みたいな感じのもう暗いサングラスかけたらいいと思うんですけど、ちょっと今はね、まだ目見えるぐらいのちょっとライトなサングラスにしといて、夏の装いを楽しもうじゃないかと。で、だいたいこれぐらいのね、薄さって、当時の懐かしいビーチボーイズって、昔のね、フジテレビであったドラマの反町隆史さんがつけてたサングラスもそうでしたよね。若干こう目が見えるぐらいな感じ、あれがやっぱ一番かっこいいよね。日焼けしてて目が見えるぐらいのサングラスつけてめちゃめちゃかっこいいやないかいということで、男はね、やっぱり憧れをずっと追い続けるものなんですよ。女の人っていうのは現実見るからね、は顔見で見とか、は鏡見てみ、全然違うからって言われたら終わりなんですけど、男っていうのはいつまでだったって憧れをね、求め続けるから、現実がどうでもいいんですよ。あ、こういう感じでね、反町隆史がやってたよねっていうところのイメージを膨らますだけで楽しくなってくるんですよね。だから、まあ、そういうことで、まず一つ目はサングラス、まあ、これつけた状態でお送りしますよ。で、2つ目が何かって言ったら、まあ、この辺はね、もう T シャツなんですよ。で、 T シャツは白と黒の T シャツを着ていこうじゃないかということで、まあ、白 T はね、僕去年散々もう十何種類買ったかな、結構買ったんですけど、結局はね、めちゃくちゃ満足する T シャツに出会えなかったんですよね。だから出会われへんかったから、やっぱ白 T ってそれこそ反町なるには大事でしょ。絶対いるじゃないですか。無地の白 T 着こなしなんぼですせど、それができてこそようやく男に認められる男になるんですよね。まあ、女子受けをね、気にするんやったら別に柄シャツとかもありやと思うし、いろんなあのロゴが入った T シャツもかっこいいと思うんですけど、男が求める真の男って何ですかって言ったら、やっぱりみんな口揃えて言うんですよ。だいたいキムタクか反町なんですよね。ほなそこを狙っていこうやないかいうことで、まあ、黒の T シャツ、白の T シャツ、これね、まあ、僕が作ったやつなんですけど、数があまりにも少なかったんで、ちょっとオンラインでもう販売できないかもしれないんで、まあ、これはちょっと早めにパッて下げておいて、次はさっき言ったみたいに夏場やからやっぱ半ズボンになるじゃないですか。半ズボンになるっていうことで、このバーサタイルショーツはね、先月から引き続きです。もうこれは今年履きますよ。だから来月も絶対履いてくる、8月も履いてくる、6、7、8ってもうずっと履き続けるから、これお前また履いてんのかいって言わんといてください。もうこれ履いてくるのでね、しゃあないんですけど、まあ、このバーサタイルショーツは履いていきます。ガン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 、もう今年はこれがめちゃくちゃ気に入ってるからね、これに関してはもうあーもううんも言わさんとも履いていこうじゃないかということが、この5点目ぐらいになるのかな。そしてね、今月からちょっともう1点仲間入りしたっていうのがあるんですよね。それがこのね、パタゴニアのショーツになってます。で、このパタゴニアのショーツはね、最近レビューしたと思うんですけど、やっぱいいんですよね。何がいいかって言ったらめちゃくちゃ楽、そのスタイリッシュかどうかとかはまあ一旦別にして、履いてて一番楽なのはもしかしたらバーサタイルを超えてるんですよ。なんでなんて言った時に、こう座ったりとかしたらね、こう突っ張る感じってあるじゃないですか。それバーサタイルはね、伸びないんですよね、やっぱナイロンやから。だけどこれはね、ちょっとヘンプやから多少ピュッピュッって伸びたりするし、そんなに窮屈感みたいなのがないんですよ。だからリラックスして履けるから、このバギーズナチュラルは今月ちょっと履いてみようかなと思って、でもしよければ来月もまた引き続き履きたいなと思ってるんですけど、まあ、これは、ショーツになってます。まあ、以上がね、上の T シャツ、トップスと、まあ、パンツかなと。まあ、長ズボンも履くときはあると思うんですけど、まあ、基本的には動画用の撮影とかがあればもちろん履いたりすると思いますし、まあ、なんか履いといた方がいいということがあるんやったら長ズボンも履くやろうし、ジャケットも上から羽織ったりすると思うんですよ。基本ね、僕あんまりそんな考えてないから、もう半袖半ズボンでいいんですよ。で、あとは小物って、さっきも言った通り、次は靴ですよね。
靴がこれ3つ用意しました。まず1つ目がスニーカーですね。もう夏はねちょっとバンズだけでいきますわ。これあの防水のやつなんですけど、今までバンズだけにできなかったんですよ。なんでって防水じゃなかったから。天気いい日はバンズ履くんやけども、天気悪くなったりしたら他をね履き替えたりするみたいなことがあったんですけど、ちょっとこの夏はねちょっと足追いにで奥さかもしれんけどね、ちょっとこれずっと履かせてください。もうそれぐらいちょっと気に入ってるんでね、もうガン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 履いてガン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 ボロボロにしていきたいなと思ってるので、これは7月、まあ、8月も履くでしょうということですね。まあ、特にねこういったショーツとの相性いいでしょ。こんな感じでねパンってショーツとの相性もいいし、もちろん長ズボン履いた時でもいいし、長ズボンって感じだけど、まあそんなところでこれ入れました。ほんで次がね、いよいよようやく梅雨明けたらこれっしょと、レインボーサンダルでしょと。もうこれめちゃくちゃ経年変化してね、足の形びっしりついてるけどね、ようやく来ましたよこれの時期がね。まあサンダルの中では少しちょっとお値段はお高めかもしれない。1万3000円か4000円ぐらいするんかな、ちょっとお高めかもしれないんですけど、これはほんま壊れないサンダルと別名言われたりするぐらいなんで、まあ、10年とか履いたりとかできて、もう鼻緒が最終的に取れるのに10年ぐらいかかったりするとかっていうのも人によってあるとかないとか言ったりするんですけど、まあ、それ考えるとめちゃくちゃコスパはいいんちゃうかなと思います。10年履けて1万2、3000円とかやったら1年1200円ぐらいから、もしかしたら島村のサンダルとかよりも安いんかな。そうなってくると、あんま適当なこと言ったらわからんけど、まあそういうことになってるので、まあこのサンダルもねそろそろもう梅雨が明けたら履いていきたいなと思います。今ちょっと撮影してるのがまだ絶賛梅雨なんでね、なんやったら今もうまさにジャー言うて雨降ってるんでね、あかんのですけど、まあ、これは梅雨明け履きたいなと思いまして、そして次がですね、ちょっとアウトドアとか行く時とかはねもうこっちでいいかなと思います。テバのサンダル、これハリケーンなんとかって言っても、これもめちゃくちゃ定番ですけどね、やっぱ定番ならではの理由っていうのがあるんですよね。みんなが履くってことはやっぱそんだけええから履いてるんですよ。とにかくにみんなが選ばへんっていうのはそんだけ難しいとか履き心地が微妙やったりするから選ばへんっていうことなんですけど、これはねちょっとアクティビティ的なお出かけするときはもうこのサンダルで行きますと。ちょっと海とか行くときなんかはこれでええでしょと。で普通に街中歩くとかってなったりしたら、ちょっとサンダルでは子供っぽいなってなったら、まあ、スニーカーぐらいでいいかなと思うんですけど、いやいや俺サンダルでもええよっていうときなんかはね、ビルケンのねサンダル履いてもいいかなと思うんですけど、今ちょっと履いてきてへんからないんですけど、まあ、こんな感じでそれぞれの用途みたいなのを足元でね調節していかんとね、やっぱ上長す半袖下半ズボンってなったら一気に子供っぽさが出るから、まあ、そこをどうカバーしていくか。半袖半ズボンのサンダルで行っちゃうともう少年感出ちゃうから、まあ、アウトドアだけの方がいいかなとか、なんかいろいろ考えながらねちょっと着ていきたいななんて思ってるんですけど、まあ、この辺が今月着ようかなと思ってるアイテムです。だからまあジャケットとかはねもういらんかなと思って、もうこの時期にジャケットとかはいらんかなって僕は思ってるんですけど、外とかねよく出張る方なんかはそういう雨対策のジャケットとかもあったりしたらいいと思うんですけど、僕はもう外あんま出えへんからね、だいたいこの部屋引きこもってペチャペチャ喋ってるだけなんですよ。だから皆さんから見たらね YouTube に出て何千人何万人に見られてって思うかもしれんけど、めちゃくちゃ地味な生活してるんですね。もうほぼほぼ1日誰とも会わんくて、もうカメラとしか喋ってへんで、めちゃくちゃ地味な生活してるんで、まあこんな感じでね毎日いいかなと思います。でちょっとお出かけするとかなったら柄シャツとか着たりするやろうけど、まあ柄シャツもね合わせ方によったらちょっとパジャマみたいになったりするんで、まあその辺気をつけながらお話しじゃなくていきたいななんて思ってるというのが今月着たい洋服7月編ということになっておりますので、ちょっと来月はね8月なんかコロナが落ち着けばお出かけ用の服とかもガンって入れていきたいなと思ってますので、まあそんなことで今月の動画終わりたいなというふうに思います。ということで本日はですね今月着たい洋服をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。